アイドマスカイチストイックな怠け者テッケテッケです。はい、そして明日はメンTVになるので更新情報を一緒に見ていきたいと思いますが、その前に、まあ、先ほども忘れ物チェックコーナーの動画でお伝えしましたが、次回反響ですね、本日21時までもう残り時間、この動画がアップされている頃にはわずかだと思いますが、そこで最終集計ですね入って、まあ、報酬が確定してしまいますので、今21時前に見てる方まだ間に合いますので、この高速戦闘の回数なんかが余ってる方は高速戦闘を使ってレベル稼ぎしたり、闘技場も21時までであれば戦い挑めますんで、なるべく上位目指して戦ってみたり、まあ、あとはボスステージですねの方も、まあ、時間がある方はポチポチしてなるべく上のステージまで行けるよう、まあ、最後の追い込みですね、頑張っていきましょう。そして更新情報の方を見ていきますか。まずは課金イベントですが、特にこれといって目新しいものはありませんね。さあ、そしてラッキースターからの美少女ラケン仮想の集いと10人ガチャ一気に来ますが、今回おすすめの副将ちゃんいるかどうか一緒に見ていきましょう。まず美少女ラケンから見ていきたいと思いますが、今回は本田忠勝、井伊直虎、王翦、滝川一益、山中鹿之助、星熊道士、佐々木小次郎、伝丹、徳川家康、大谷義継というメンツになってますが、こんな感じで10人ガチャっていうのは、まあ、10名の副将ちゃんのラインナップを1週間ごとに切り替えていって、美少女ラケンの場合はそれで2ヶ月ぐらいするとまた1周して戻ってくるという感じで、まあ、今二次キャラクターこんな感じで安定供給されているので、まあ、それを利用して絆をちょっとずつ貯めていくことが美課金の方なんかでもできるようになってきたということで、まあ、その中でも今回の第1枠目のこの10人に関しては、まあ、スキル的にはもうダントツに本田忠勝、まあ、このキャラクター自体の木立てというカウンター技もなかなか強いし、なおかつなんといっても仲間連携スキルですね、忠勝を味方に連携させることで復活後の生後援護の展開ができると、はい、味方の耐久を上げながら反射キャラクターに切り替えることができるっていうめちゃくちゃ軽有な連携スキルを持っているキャラクターになるので、まあ、忠勝ちゃん一押しですね。はい、そんな感じで名前が赤字太字の副将ちゃんはスキル的に優秀な副将になるんですが、あとは名前の後ろに色がついてる副将ですね、はい、これは奥義が優秀かどうかを表しており、レベル的には黄色が一番優秀で、その次がピンクで、それを追って水色と、色なしは奥義的には見送り対象というような見方になるんですが、まあ、今回の10人だと直虎ちゃんぐらいですかね、まあ、しかもそこまで、まあ、美課金目線で考えて解放しやすかったり効果幅の高い奥義ではないので、今回の10名に関しては忠勝ちゃんが本命かなといったところでしょうか。はい、じゃあ仮想の集い見ていきたいと思いますが、こちらに関しては今回、はい、こちら第1枠目上杉謙信、検定、佐治、芝氏、張飛、関羽、張中慶、直江兼次、高尊さん、松永久秀の10名になりますが、ものすごいラインナップのとこですね。まず奥義的には上杉、関羽、直江兼次、張飛となってますが、やっぱり上杉謙信がスキル1で必ず狂乱化でき、スキル2で必中で敵に対して範囲攻撃ができるので、まあ、戦役なんかでは今205ステージまで、まあ、全ての戦役において、まあ、なんだかんだ一番安定しているキャラクターということで評価が高いです。まあ、ただ、まあ、最近では戦役195ステージまでは急転原女ちゃんなんかで回したり、サブ戦役の方は超運を早めに投与した方がいいってことで、まあ、まずはバッファーを集めていって、謙信はバッファーが揃い切った後、なんなら人によっては超運ちゃんを取った後とかでもいいぐらいなんで、まあ、ゆっくり絆ちょびだめしていけばいいかなと思います。ラッキースターの方にも並ぶんで、合わせてね絆を集めていくのがいいかなと思いますね。でその他には直江兼次なんかが主力の味方、攻撃力が高い味方に援護をつけるキャラクターで、まあ、このキャラクターまだ MR アバー待ちですが、アバ化したらかなり強力な生後援護付与キャラクターになるんじゃないかなと予想でき、まあ、ここも期待ですね。はい、奥義的にも黄色枠なんで優秀と。でピンク枠で言うと検定ですね。はい、味方に知性をつけることができ、まあ、これもまだ MR アバ待ちですが、まあ、間違いなく MR アバ化したら整合七星を味方につけることができ、まあ、戦役やボスなんかで活躍するタイプのバッファーに進化するのはもう間違いないかなということで、まあ、検定の絆早めに虹まで持っていっておけば、 MR アバ化した時に MR アバの絆をちょびだめするにせよ、早くから絆を貯める着手ができるということで、まあ、今のうちから手を出しておくといいのかなといった感じですか。はい、なんでまあ奥義重視で言うと上杉だったり直江兼次、まあ、特に直江兼次体力奥義あるんで、バリア環境の現放置少女では重要な奥義に絡んでるんで、上杉直江あたりは早めに行きたいですね。はい、でスキル的には検定もちょっと早めに手出しておきたいキャラクターですね。まあ何せよまずは上杉謙信から貯め始めるのがいいかなと思います。さあそして最後ラッキースターガチャですが、はい、こちらも今回芝氏、ダッキー、今川、吉本、長領、長中慶、上杉謙信、炎翔、総比、ネネ、柴田勝家ということで、上杉謙信ダブルですね。メンテ明け、まあ、上杉の絆一気に溜まってきますね。まあ、ただこっちのラッキースターの方はダッキーの方が基本的には優先度高いかなと個人的には思ってます。まあ、もちろん、まあ、蓄力キャラクターである翔王だったり、まあ、あとは今一緒ガチャに並んでる大使命ちゃんなんかを投与した人にとっては蓄力も足りてるので、ダッキーゆっくりでもいいですが、どちらにせよこのキャラクター体力奥義にも絡んでおり、奥義がめちゃくちゃ優秀なんで、結局は UR まではダッキー絶対に取った方がいいので、はい、まあ、蓄力持ってる人は上杉からのダッキーでもいいですが、蓄力キャラ持ってない人はダッキーからの上杉の方がいいかなという感じですね。はい、こっちはダッキー優先で私は考えてますね。はい、で奥義的には芝氏、炎翔、総比と続いていって、その下が今川、長領、長中慶といった感じですか。さあそして願い返しきますね。はい、こちらに関しては桃の木に向かって30元宝、300元宝、3000元宝、3万元宝を投げ込むことで、最低でもその 1.2倍、最大では2倍になってその元宝が返ってくるという、ノーリスクハイリターンの神イベントになっており、まあ、例えば3万元宝
もし溜まっていればそれを桃の木に投げることで最低でも3万6000元宝、最大では6万元宝になって元宝が返ってくるとああいう神イベなので、このゲーム始めた方はまずは何としても3万元宝を貯めるところまでは節約して元宝を貯めるようにしてください。でどういう風に貯めていいかよくわからない方は、私のチャンネルのランカーがゼロから放置少女やり直してみた企画セカンドシーズンの1話から見てもらえれば、まあ、ちょっと今と昔で違ってる内容もありますが大体の流れわかると思うので、そちらぜひ見てみてください。いやいいですね。さあそして少女の出会い累計消費、はい、月半ばのときめきメモリーズ稼ぎイベント来ますね。はい、こちらのイベントに関しては、はい、この少女の出会いガチャで、まあ普段確率でこの少女の返礼を当てて素材と交換してると思いますが、期間中もし確率でドロップ外したとしても使った元宝数に応じてときめきメモリーズっていうアイテムをゲットすることができ、それを50個を貯めれば、まあ、こんな感じで少女の返礼と交換できますよと、ああいう確実に確率で外したとしても混沌素材を集めていけるイベントになっているので、元宝を使って混沌素材を集めるのであればお得なイベントになっているので、月2回しか来ないので、まあ、このタイミングで、まあ、おすすめは次回反響中ですが、まあ、次回反響終わってしまった後ですが、まあ、狙いたい方はこのタイミングで狙ってみるのもありかもしれませんね。さあそして砂浜の宝探し来ますね。はい、砂浜イベント、はい、こちらに関しては、まあ、2種類の砂浜、磯波の砂浜と白銀の砂浜を自分で選んで、まあ、課金してアイテムをゲットしに行く課金イベントになってますが、まあ、目玉商品は UR1000 の副将ちゃん、今回は柳生宗則、クッキーちゃん、前田敏恵、風魔小太郎、レンタン、には長秀、芦田ドーマンちゃんとなってますが、まあ特にこれといって二次キャラクターおすすめの子はいませんかね。急いで取るべき副将ちゃんはいないかなってことで、まあ、課金額もちょっと高いイベントですので基本スルーで OK かなと思います。まああとはこっちの磯波の砂浜の方で SSR のカプセルだったり UR のカプセルなんかがゲットできる可能性あるんで、まあそこだけちょっと無料で1回回せるんでね、そこだけ当てに行きたいですね。さあそしてお土産販売者、はい、チョコメちゃん、あシャベル売りに行きますね。はい、これは上の課金イベントである砂浜のイベントで使う課金シャベルになるので、はい、砂浜回す方は買っておいてください。さあそして星の羅針盤来ますね。はい、このイベントに関してはこんな感じの元宝を使って回すガチャイベントになっており、右上にある青岩石や青岩石の絆を集めていくガチャになりますが、まあ、これを集めることで UR1000 だったり URSSR のカプセルと交換できるというイベントですね。またいい副将いるかどうか明日見ていきますか。一応二次キャラクターはネタバレしており、信長ちゃん、滝夜叉姫、鹿ちゃん、黒田勘兵衛、大谷義継というメンツですね。まあこれも特に虹の方は急いでおすすめのキャラクターいないんで、まあ、UR と SSR でいいキャラクターいたらまた動画収録しますね。さあそして衆ギフ来ますが、今回は幸運ギフトと春町福寿草ということで、はい、どちらも160円で課金効率かなりいいイベント、特に春町福寿草の中にあるこの福寿草の箱ですね、7日間毎日もらえますが、はい、その中にあるラキスタ券だとか招待券、参加券なんかはこのゲーム内でこれらのアイテムを集めるのであればトップクラスに課金効率がいいものになっているので、はい、美課金の方にもおすすめ度高いですね。さあそしてカジノの茨城同士の再販ですね。よしよしよし、明日は再販で終われまあこちら MR アバターの茨城同士の再販ということで、当時からですがそこまで強いキャラクターではなかったので、まあ今の正 MR 環境に入ってさらにインフレが進んでいく中で、同時ちゃん、まあ仲間連携スキルなんかも特にないので、まあ重配課金者向けの奥義収集目当てといった感じになりますかね。さあ明日は休みか。いやでもない、休み休みだはい、11月入って2週間ですね。久しぶりに何もない日が来ました。いやちょっとやりたいこといっぱいあるんで、ちょっとね明日からも別の意味で忙しくなりそうです。いや楽しみだ。そして、まあ、特に、まあ、羅針盤ぐらいですかね、動画出すとしたら明日は。ということでちょっと、まあ、休憩というかいろいろやりたいことやります。はい、ということでテケテケなんかやれってことでグッドボタン押してもらえるとなんかやります。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある YouTube メンバーシップの方もぜひ見に来てくださいね。はい、それでは。